よろしいですか。ちょっと待って、良くないと。ダメです。はい、いいですか。はい。今日あの質問項目について内閣府の方どのような回答があったか、改めてお願いします。まあ、今回8項目について、まあ、事実を確認すればあの回答しやすい内容だったと思います。まあ、一応確認をしたところ、あの政府ですから政務にも確認した上での答弁ということでした。その中で何点かあの、まあ、私どもとして、さらといで確認させていただいたんですけども、あのしっかりと説明できない部分も多々ありまして、内閣総理大臣としてはこの件についてはしっかりと説明するよということで、それでしっかりと政務に諮った上での回答ですから、その回答はあの私どもの質問内容についてはまだまだ不十分な内容だったということです。あとはあの今井理事からあの詳細についてはあの説明をさせてください。はい、あのお手元に質問8項目ありますか。ございます。はい、じゃあちょっとその私の方から補足をさせていただきたいと思いますが、あの最初に理事会の公開をお願いしておりましたけれども、これはあの常任委員会での衆議院の方は申し合わせがあるそうで、あの理事会は非公開ということだそうなので、我々はここはもうあの理解をしたということです。でまあ、文書の回答をお願いをしておりましたが、あの通例を行っていないという理由で、文書での提出は断られましたが、文書で回答をいただいているケースは他の委員会、他の委員でもございますので、この、ご回答にはちょっと納得はいかなかったんですけども、まあ、口頭でお伺いするという形でやらせていただきました。でそれぞれの問題一つずつ少しずつじゃあまずお話をしていきたいと思います。1番、内閣府官房は推薦者名簿の人物を功績功労のある人物として全てチェックをしていますかという質問に対しましては、あのヒアリングで行われているのと全く同じ路線までしか答えいただけませんでした。まあ、事務的に、名簿を依頼してそこから氏名と役職を、もらうと。でその名簿を取りまとめをして必要な確認を行っていると、こういう回答でした。で必要な確認はとはどういうものを指すのでしょうかということを、お伺いしましたけれども、それは個別のことはお答えできないということで答えていただけませんでした。それから2番目、安倍事務所の推薦した人物をチェックして落としたケースはありますかということなんですが、まあ、これは何かあの聞き取りをしたようでありまして、担当者に聞き取りをしたところ、今年は落とした例があったということで、まあ、おそらくあの名前は皆さんがご存じの方じゃないかなというふうに推測はしました。3番目、ちょっと文章が分かりにくいんですけれども、一旦組織共有性が認められた行政文書となった保存期間1年未満の文書が一般職員が業務に使用できなくなると、行政文書になくなるのですかということで、質問をしましたところ、まあ、この質問はバックアップデータのことであるというふうに理解をした上でご答えをさせていただきますということでございました。公文書管理法上の、公文書管理の3定義のうち、組織共有性に関して、これはあのバックアップデータは実際は業務には用いられていないので組織、共有性があるものとは思われないため公文書には当たらないというご回答でありまして、私の方からバックアップデータを復元して作った文書に関しては公文書かどうかをお伺いしたところ、それは復元したデータは文書はあの3要件に満たしていれば公文書になると、満たしていなければ公文書ではないと、そういう整理ですということでございました。それから4番目、令和元年10月28日の保存表改定について決裁を行わずに内規の改正を行ってよいとする根拠規定を示してくださいということでありましたが、行政文書作成に関しては、必ずしも決裁を常に行っているものではないと、人事課長がまあ定めるものであって、これに関しても、
特段決裁を行っているものではないという答えでございました。5番目、新クライアントシステム導入に関際し作成した、提案依頼書、使用書、契約書を提出してくださいということをお願い申し上げましたが、まあ、これもヒアリングの時の答えと同じで、各省横断して使っているシステムであり、さまざまな情報が中に入っているため、現在、NISC、内閣サイバーセキュリティ室ですかね、話し合いをしながら、内容、どういうものを出せるかというのを精査中ということでございました。で、いつまでに出せるかということに関しては、ご回答をいただけませんでした。で、6番、平成31年度の招待者名簿の電子データ破棄に関わる端末のログを調査、提出してください。それ以前のものについては、いつ頃破棄したのか、可能な限り調べて報告をしてくださいということでございましたが、これもヒアリングでの回答から平行線でありまして、ヒアリング、担当者にヒアリングをして、ある程度の日にちは特定しておりますので、それ以上のログの調査に関しては、行う考えはありませんという回答でございました。で、私の方から調査を行わないという意思はそちらの判断であるけれども、実務的にはログを解析して、調査することは可能でしょうかということでありましたが、業者に単独ではできないものの、業者に、協力をお願いして、やれば実務的には可能であるというご回答をいただいておりますけれども、調べないということです。それから7番、60が総理枠なのか、招待状に記載されている4桁の数字は何の意味なのか、当時の担当者に確認してくださいということ、ここに関しまして、もう何十分もやり取りをさせていただきましたが、結果的に言うと、この60番なり何なりいろんな番号は、実務的にいろんなその、配送をするにあたって、それぞれの番号に従って中に混入するものというか入れるものが違ってくるので、そういう実務を振り分けるために便宜的につけているものであり、それ以上調査する必要がないと思っておりますということで、実際に実務担当をしておられた方に伺って、この60番とは何を意味をするのか聞いていただきたいということを再三にわたってお願いをしましたけれども、その必要は感じておりませんと、だからヒアリングは行いませんということで、ここはもう徹底拒否をされたということであります。それから最後の招待状について、名簿作成の具体的な手順が記載された文書を提出してくださいということでございましたが、これに関しましてはそういう文書は存在していないということでありました。で、全体的に申し上げると、やはり5番から7番というのが一番の肝でありまして、文書を電子データをいつ破棄したのか、ここが今大きな争点の一つになっています。それから、60番という番号が、一体何を指すのか、我々は総理枠を指しているというふうに考えていますけれども、ここのところを明らかに、全く明らかにしてもらえない、調べることすらしてもらえないというひどい状態であります。で、4桁の数字というのは3000番台の番号が60の下に振ってあったというのが事実がございますので、総理枠がだいたい1000人ぐらいだというふうに、ご回答をいただいていますけれども、3000番台まであるということなので、総理枠が本当に1000人以内、1000人程度であるかということに、極めて疑問を持っておりまして、そのことに関しても全く調査をする気がないということでありましたから、印象としては、文書を破棄したところは徹底的に、答えない、それから総理に関することに関しては、徹底的に答えないし調べないという、そういう姿勢で政府が望んできているということが、今回よく分かりました。で、我々としてはこの回答はもう
誠意ある回答とは全く思いませんので、委員として、まあ、国会の立法府として、紹介をした答えに対して、行政府が公一性を示すのであれば、我々も次のことを考えなきゃいけないなということを、まあ、感じました。以上です。まあ、今井さんの話で全体の回答振りというのも書かれてくるんですけど、一番長くかかったのは60番の総理枠のところだったわけです。で、要するに政府の方はこれは平成27年のこの招待状にかかる使用書にかかって、当時の担当者についてのヒアリングについては遡って聞き取りを行うことは、まあ、考えていないという形で対応したと。そうじゃなくて直近でもやってるだろうと。例えば内閣府が各府省に推薦名簿以来の通知を出した中では推薦名簿のフォーマットを示してるわけですよね。20は公務員とか、40は審議会の長とか、で50は公職者とか書いてあるんですよ。だからそういうことについて当然招待区分の番号は内閣府が分かってやってることなんだから、それはこの1月に発送してる、通帳してるんで、この1月の担当者に聞けばいい話でね、遡るような話でもないというやり取りもしたんですけれども、いや、記憶を呼び起こすようなことはいかがなものかみたいな意味不明のね、答弁でそれを受けないといった対応で、でそういった点についてやはりそもそもこういった政府のこういう答弁、国会の求めに応じた回答がまともに答えないということでいいのかという問いに対して、結局そうしたのは誰かというのは、まあ、政務を含めた対応だと答えたわけです。そうなれば総理大臣や官房長官の答弁ラインにも沿って対応するということであれば、総理官房長官の、まあ、了解の下でこういう答弁しかしなかったという点でもね、極めて重大だと。私たちは国会の行政監視機能の破棄ということで、まさにこの国政税金の私物化が問われ、またジャパンライフのように詐欺商法の関連も問われ、公文書管理法そのものをこう損なうような政府の対応についてきちっと正すことが求められているときに、こういう対応というのは、ね、極めて有識事態だと思っています。改めて文書回答もなかったということも含めて、しっかりとした今後引き続き閉会中はね、議論の場を設けようということは要求したいと思っていますし、安倍総理自身が出てきてもらってしっかりと答えてほしいということをぜひとも求めていきたいと思っています。その上で引き続きの理事会でさらなる回答を政府から求めることと、それから閉中審査について開いていただきたい等々を、まあ、理事会でそれぞれ意見を申し上げましたけれども、まあ、最終的には両筆頭の筆頭間で今後の取り扱いについては協議をしていただくということで、本日、まあ、終了したということでございます。もちろん一言だけ、今今後筆頭間でということでしたけれども、冒頭不十分だという表現もことがありました、はい、改めて今後どのようにこう、政府与党側に求めていくのかということです。まあ、基本的に民主主義、行政文書は国民のものですから、国民のものをしっかりと公開するのが前提だと思います。そのことによって私たちのこう民主主義というシステムが担保されるものですから、結構この問題は政府全体による問題だと思いますので、しっかりと私たちとしては行政監視機能を強化するためにさらなる回答を誠意ある回答を求めていきたいと考えております。柏田さんから質問ありましたらどうぞ。よろしいですか。ありがとうございました。はい、すみません、政府側の回答ですけど、これは どなたからの回答でしたっけ。官房長と大塚官房長と大西審議官です。1番、2番が大西さん、そうですね、他が、はい、大塚さんです。他、各社さんありますか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。